お鍋にほぐしたしめじと、薄くスライスしたレンコンを入れます。そして、少量のお水で茹でていきます。茹で上がったレンコンに千切りにした生姜と塩少々とお酢を大さじ2杯程度入れて和えます。酸っぱさやしょっぱさは、お好みで調整してください。和えて出来上がりです。